歳年下にいとこがいるんですけど、そのいとこに、まあ、サッカーやってみないかって誘われて、まあ、少年団に一回体験で行かせてもらって、そこでサッカーの魅力にハマってしまいました。小学4年生の冬に、バロンドール高岡 SC という少年団に入りました。0対1で負けてる試合で、僕は前半試合に出ていなくて後半から出場したんですけど、その後半から出場して僕の、2アシストで逆転して勝った試合が思い出に残っています。三方原中学校です。試合終盤で0対0で試合が終わりそうな時にセットプレーで自分が点を決めて1対0で勝った試合が思い出に残っています。中学校の時に、まあ、高校調べというものがあって、まあ、その高校調べで、まあ、いろんな高校を調べていく中で、まあ、一つ日体高校を見た時に、まあ、部活動の様子とかも気になって、まあ、いろいろ調べた見た結果、まあ、サッカー部いい雰囲気で、まあ、やっていることを知って、まあ、入ってみたいと思ったからです。3年生に、まあ、ドリブラーがいたり、まあ、その一人一人、まあ、違う個性があって、まあ、パスワークっていうのが一つ大事になってくるなと思います。決勝トーナメント行くことです。